ジムネ殿が包囲されています。立花山城はすでに落ちている。任せな。始末の妹吉宗を討たぬのは私たちを誘い込む罠でしょう。 大友を救わずして豊臣の大義は勝ちません。さすがは鬼島津。いいよ、やってあげる。いいよ、やってあげる。したなかで残酷です。見つかったか。この上は大将を狙うのみ。 何とやら賢者の敗者。何をしでかすかは、ご自分に問いなさい。この戦に毛利家の行く末がかかっている。豊臣の名代として堂々と戦わなくては。輝元は少し気負いすぎているようですね。 注意しておかないと。武装の剣。任せな。この攻勢がやんない。 兵たちもよく耐えてくれました。もちろんただで窮地に飛び込むわけではありません。包囲に徹している敵にはむしろ隙がない。宗重も大友軍の状況を見ての通りほぼ壊滅。生き残った者も橘山周辺にちりぢりだ。 なれば再び集めれば使える。まずは密かに砦を確保するのだ。本気でそうかです。山城の侵入路となる要所を押さえておけば、少数の橘残党のタイミングに。 我らも今一度戦おうぞ。いつの間に、これほどの剣が。これで橘山城の包囲はなくなる。これは無双だ。年上と官兵衛殿さえいれば、ですが、なれば、この戦で毛利の名を。 現実に攻め進めば雲なく勝てよう。まずは橘山城を落とし、次に岩屋城。岩屋城の守備は薄い。私が自ら落としてくれよう。潔く釘を刺しておくべきでした。
構わん。これで敵の目は嫌でもテルモトに向く。となれば、それなりの戦い方だな。 テルモト大鳥に背後をつくということですか。仕方ありませんね。南からの進路も確保し、二方面作戦にしましょう。開門。順調だな。 惜しかったので、毛利の面目を上げる。ここで華々しい戦果を上げれば、テルモトに遺骨が残っている。ここは抜かせん。 毛利の一矢はすでに南に放たれていますよ。やってあげる。ここで手間取ったらテルモトが危うくなる。いざ参ろう。賢者の間、お家大事な兵ならば、 すぐテルモトの加勢に向かうものと思ったが、テルモトの知らせ、戦にも勝つ。そのために最善を尽くしているつもりです。岩城南の進路は遠回りになるが、あの地を抑えればあるいは。 天守までかけ、シマズ・ヨシヒサを討ち取るのだ。 門を守って、兄者を討てぬと踏んだ。門を守る敵を打ち破り、天守を目指してください。狙うべきはシマズ・ヨシヒサ。ヨシヒロは その後で構いません。誰の手下になりたがった毛利など、もはや我らの敵ではないわ。 我らを小馬鹿にするか！ 敵が天守まで！敵ながら見事な戦をする者よ。かくなる上は、わし自ら相手になろうぞ！
失ってなお折れぬか。しまずほど手なずけの場合相手はない。本気でそうだ。おかげさまで勝てました。これでテルモトも胸を張って帰れます。どれだけ苦労させられても主家を見限らぬ。ケイは生粋の律儀者よな。